エダムはオランダの北ホラント州エダムフォレンダム基礎自治体内の地区の名前。エダムはアムステルダムの北約 20km に位置し、外区はフォレンダムと一体となっている。この町で生産されるチーズはエダムチーズとして世界中に知られている。エダムとはエカワをせき止めたダムという意味で、かつてここにはエカワがゾイデル海に注ぐ河口であった。 1230年頃にダムができ、沿い出る海から江川上流へ向かう貨物船は、一旦ここで荷を積み替える必要が生じ、それに課税する場所としてこの町の経済基盤が形作られた。その後、造船業と漁業で発展し、1357年には都市圏が与えられている。16世紀には造船所は33を数え、 新しく作られた港は、オランダ各地は元より国際物流の基地として、エンクハウゼン、ホールン、アムステルダムなどと共に栄えた。1544年には、内陸の洪水を防ぐため、河口を塞ぐことが、ローマ皇帝カール五世から命令されたため、17世紀以降、港湾業は、衰退をたどっていくこととなる。しかしながら、同時に、 皇帝から得たチーズ紙を毎週開催できる権利により、チーズ生産業がこの町の経済を牽引していくこととなった。チーズ紙、ありがとうございます。